昭和25年4月、航行品貿易公団の公金8000万円を横領した犯人早船圭吉が元ミス東京の妻と自首、世に言うつまみ食い事件である。当時公務員の給料は6000円から8000円、8000万円といえば今の価格に直すと10億円を超え、戦後犯罪の典型と騒がれた。昭和25年7月、人々を驚愕させる事件が起こった。国宝建造物金閣寺が放火により炎上したのである。犯人林祥賢は金閣に火を放ち、裏山に逃げ込んでカルモチンを服毒、混沌しているところを逮捕された。大谷大学に学ぶ学僧だった犯人は、一切が無意味、悪いことをしたなどとは思わぬと大胆にも供述。昭和26年1月、山口県夜会で老夫婦が惨殺、いわゆる夜会事件である。強盗殺人容疑で吉岡明ら5名が逮捕、単独犯か共犯か裁判で争われ、吉岡は無期懲役。しかし他の4名は昭和43年10月最高裁差し戻し審で無罪が確定。刑事裁判における証拠第一主義の原則を貫いたが、この事件で当時の警察の強引な捜査のやり方は大きな問題を残した。本当に長かった8年でしたけれども、ようやく僕たちの真実が報いられました。これで僕はいいんです。僕たちはこの自分の無実が晴れればそれでいいんです。風評でね、悪いことをやりそうなっていうような連中を引っ張ってきて、言わんやつはまあ拷問してその言わせるわけです。この頃は不幸な人災もしばしば起こり、多くの人々が犠牲となった。昭和26年4月、京浜東北線電車が横浜桜木町駅ホームに進入の直前、突然最前車の屋根から火花を発し、あっという間に火の海となり、前2両をなめ尽くした。原因は架線が緩んでいたところに電車が入ってきて架線が切れ、火が出たものである。保安上の手抜かりから死者106名、重軽傷92名を数える痛ましい惨事となった。いや、いっぱいもう一度にいたもんですから、逃げ場もなくて、もう窓を破って結局逃げたような始末だけども、死んだ人も相当いるんじゃないかと自分は思うんですけどね。翌27年、政府はメーデーの集会に皇居前広場の使用を禁止した。そのため集会は神宮外苑で行われたが、数万のデモ隊は解散地点の日比谷公園からさらに皇居前広場に入った。武装警官隊はこのデモ隊に向かって拳銃を発射、デモ隊の2名が死亡し、重軽傷者は2000数百名に上った。前途多難な新生日本の誕生であった。その後我々は安保騒動や大学紛争で再びこのような衝突を見ることになる。昭和27年5月、東京荒川放水路を舞台に恐ろしい猟奇事件が起こった。バラバラ殺人事件である。被害者は志村署警ら係伊藤忠夫巡査、犯人は内縁の妻で小学校教員の宇野文子26歳。伊藤巡査が酒癖が悪く横暴なことから思い余って絞殺。死体は一旦氷に入れて押し入れの中に隠したが、細かくした方が捨てやすいし人目にもつかないだろうという母の勧めで、出刃包丁やナタでバラバラに切り刻み荒川放水路に捨てたものであった。その残酷さもさることながら、助教師が警官を殺すという取り合わせが異常であった。この荒川の岸にバラバラにされた首や胴体が漂着していたのである。猟奇殺人事件はこの後も次々と発生する。昭和33年2月、人々がやっと娯楽を取り戻したこの頃、東宝ミュージカル上演中の東京宝塚劇場舞台付近から出火。火の手はあっという間に燃え広がり、定員2700の大劇場をなめ尽くして手の施しようもない。死者3名、負傷者16名を出したこの火事は、舞台で使った火の粉が突然燃え移ったものであった。
昭和33年2月、人々を恐怖のどん底に落とし、白昼の通り魔として恐れられていた殺人傷害強盗の凶悪犯、桂正義は、意外にも四日市拘置所にいることが分かり、追及の結果犯行を自供した。彼は記者団に対して落ち着き払った態度で心境を語った。途中でね、逃げ切る自信はありましたか？逃げ切れるっていうような、まあ、自信はないですけど、あくまでもその事件に対して、まあ、自分として白状する。真っ昼間、まあ、女子供だけの家を狙って押し入り、抵抗すれば殺すという稀に見る凶悪な手口。これは後ほど見る誘拐殺人犯とも共通するものである。私も素直に白状する。続いて3月1日、窃盗容疑で内偵に行っていた刑事が突然射殺されるという事件が起こった。犯人矢野信明は現場から逃走。撃たれた堀内刑事は2発の弾を頭部に受けて無残な殉職を遂げた。捜査本部では刑事たちが防弾チョッキに身を固めて完全武装。警官隊を動員して厳重な警戒網を各所に張るなど、戦後最大といわれる大掛かりな捜査網を繰り広げた。犯人矢野は4日目の夜、ラジオによる母親の説得を聞いてついに自首。野順馬と報道陣にもみくちゃにされながら淀橋署の捜査本部に連行。ピストルと弾3発も無事に戻った。大捜査陣を向こうに回して野良犬のように逃げ回っていた矢野は、飢えと寒さで見る影もなかった。だがあえて警察に挑みかかるさらに凶悪な犯罪を我々はやがて見ることになる。昭和33年4月、売春防止法施行。しかし深く根を下ろした売春は手を変え品を変えて、その後もなお町の片隅に暗躍していた。取り締まりの刑事たちは張り込みなど目を光らせて躍起の調査。今夜も怪しい旅館の張り込みが続けられている。一斉手入れへ出動。目指すは長い調査の末に確かめた売春旅館。こうして手入れを受けた旅館の主人を次々と検挙。外では逃げ惑う外商の張り込みも行われた。とんでもないやんた、何もいけてやんた、運転手に聞いてみないよ、じゃあよ。私があんた、あそこなんてね、飲み屋が出て何やったのよ、私と引っ張ってて、あんたよ。しかし、売春組織はこの後も、ますます巧みに地下へ潜っていった。この年9月26日、大型台風22号が上陸。静岡県伊豆地方、神奈川が氾濫。水と泥に押し流された西十数課町村は目を覆う惨状を呈した。次々に収容される痛ましい遺体が安置所に集められていく。昭和34年4月10日、日本に新しいプリンセスが誕生した。我々の時代は華やかな繁栄の道を歩み出したかに見える。だがその繁栄の裏側では社会の歪みが様々な犯罪を生み出したのである。私は他に会社乗っ取りの事件で8年の刑を受けたんで、逃亡資金がいるんで、それで、まあ、自衛隊の公金ということを狙ったわけですが。カービン銃ギャング事件。昭和29年、元保安隊幹部の KO が保安庁から総額6000万円の公金を強奪。 KO は20連装のカービン銃で武装していた。自衛隊の衛兵部隊もいることだし、そこでの銃撃戦ということを用意して、自衛隊の衛兵部隊を制圧するに足る銃器を全部、弾から武器から全部揃えていったわけです。 KO は元女優の愛人を連れ40日間逃走。まあ当時香港に行っておろうと、そう思ったわけです。しかし香港に向かう途中、大分で逮捕された。調べによると彼はこの事件の2年前、殺人も犯していることが判明、死刑の判決を受けた。その時彼の胸に去来したものは何か。
交際で戦えれば原型を勝ち取れるんではなかろうかと社防に変えてましてもよしやるぞという烈烈たる闘志を燃やしましたですね。明日死刑だと殺されるということはみんな納得がいかないと思うんです。それを納得がいかないままに殺されるか納得がいかないからそれを行動に移すかの差だけだと思うんです。ただ全力を尽くすとベストを尽くすといったことだけで、やったのが東京高裁で、死刑が無期に減刑されたわけです。16、7年以上勤めて、成績優秀であるものというものは仮釈放でそれで無期懲役でも仮釈放で、出所できるわけです。だから現在私は仮釈放中の身です。仮釈放中ということで我々は彼をあえてイニシャルで呼んだ。ではこの後さらに凶悪事件に関わる有力な新事実を次々と明らかにしていこう。条約改定は日本列島を揺り動かした。それは一つの歴史の転換期であった。安保改定阻止統一行動は23回に及び参加者は警察庁調べだけででも5350箇所428万名抗議集会約9万3000箇所1200万名警官の延べ動員数90万そして検挙者886名を記録。5月20日自民党は衆議院で安保条約を強行採決。議会制民主主義に重大な汚点を残したのである。6月10日アイゼンハワーアメリカ大統領訪日を前に警備体制の検討のため大統領新聞係秘書羽賀氏が来日。しかし安保阻止アイゼンハワー来日阻止を叫ぶ全学連反主流派学生らデモ隊は羽田に押し寄せ大混乱が起こった。この羽田事件は内外に大きな反響を巻き起こしついにアイゼンハワーは来日を取りやめたのである。条約自然成立のタイムリミットが刻々と迫る中6月15日の第2波統一行動の国会デモは荒れに荒れた。このデモに参加した全学連主流派は9400名反主流派は9670名。国会一周デモの後全学連主流派は南通用門から議事堂構内に突入警官隊と激しく衝突。警官隊はデモ隊に警棒で襲いかかり風水で応戦した。安保騒動の中でも最大の衝突となったのである。そしてついにこの 6.15 事件は痛ましい犠牲者を出した。激しい衝突の中で東大の学生神場美智子さんが死亡したのである。そして6月19日午前0時33万名という空前のデモ隊が国会を取り巻く中参議院の審議を経ないという異常な形で日米新安保条約は自然成立した。この昭和35年は激動の年であった。九州三井三池港でも大きな葬儀が持ち上がっていた。指名解雇強行に端を発したこの葬儀組合員1万4500名のうち3000名が第二組合を結成。そして就労再開をめぐってついに第一組合と第二組合が実力で衝突した。3月29日第一組合員の久保さんは暴力団に刺殺された。この葬儀は日本の社会構造の歪みときしみを象徴するかのような大葬儀であった。右翼の活動も頻繁となり政治テロ事件が続発。6月17日社会党顧問の川上丈太郎が駒新三郎にナイフで刺され負傷。そして7月14日には岸首相が刺された。犯人は荒牧大輔。そして10月12日社会党の浅沼委員長が立ち会い演説会で刺殺された。委員長をこのナイフで刺した犯人は現場で逮捕。17歳のこの少年は獄中自殺した。テロ事件の続発によって戦後民主主義は大きな試練に立たされた。こうした中で歯止めを失ったかのように凶悪な犯罪が次々とその牙をむき出してくるのである。戦後死刑を執行された犯罪者の数は約1000名に上ると言われている。その中でも特に凶暴残忍な手口で人々を震え上がらせたのは誘拐殺人犯、か弱い女性を強姦殺害した性的犯罪者、
さらには無差別に人の命を奪う理由なき殺人者。彼ら凶悪犯たちの素顔は何か、憎むべき犯罪に走らせたものは何だったのか。我々は数々の事件を徹底的に追跡、犯罪者の実情を知り、新たな証言を得た。今、事件の背後に隠された真相が明らかになる。水曜スペシャル取材班は、未だにその遺体が発見されていない名古屋の女子大生、戸谷小百合さん誘拐殺人事件の犯行現場を徹底調査した。犯人木村修司によって誘拐直後殺害された小百合さんは、この東名阪自動車鉄橋付近で木曽川に捨てられた。今もこの川のどっかで小百合さんの冷たい骸は発見されるのをひたすら待っている。小百合さんが捨てられた木曽川の川底とはどのようなところなのか。水温5度の冷たいその川底に今初めてカメラが入る。水深は15メートル、透明度はわずか40センチ、撮影は困難を極めた。小百合さんはこの川底のどっか淀みにはまり、腐乱して朽ち果てているのだろうか。それとも無残な白骨と化しているのだろうか。あるいは川の流れに押し流され海へ運ばれてしまったのだろうか。我々の捜索にもかかわらず、小百合さんの遺体の在りかは用として知れなかった。だがこの同じ日、近くの日光川で小百合さんがかけていた眼鏡が発見されたのである。逮捕された犯人木村修司のギャンブル狂いの犠牲となって、小百合さんの尊い命が虚しくも奪われたのである。でも多くの方に見ていただいて、これに似通ったものあるいはそういうものがありましたら警察に届けていただいて。今から18年前、昭和38年にも忌まわしい誘拐殺人事件が起こった吉信ちゃん事件である。東京台東区の建築業村越茂雄さんの長男吉信ちゃん4歳はこの公園の手洗い所で遊んでいたところを誘拐された。この4月17日が吉信の第5回目の誕生日でございます。必ず17日までには無事に返していただくことをお願いいたします。村越さん宅に犯人から身代金を要求する電話がかかってきた。犯人の指定した場所には警官が張り込んでいたが、捜査の不手際から身代金は奪われた。悲しみに耐え抜いた吉信ちゃんのお母さんが今初めてその時の心境を明かす。私たちの車にその刑事さんが乗ったんですよ、ですからね、運転してる方がもう走ってもいいっていう合図だったもんですから、それで走っていったんですね。ですからその歩いていく刑事さんと乗っていく刑事さんのその連絡の時間の連絡がちょっとそこずれてたと思うんですね。捜査陣は2年3ヶ月後容疑者小原保を自供に追い込んだ。その取り調べの過程でですね、4月の2日の日に日本に大火があったんですね。ゴム会社か何かな、ものすごい火事ですわ。その火事を彼は日本の駅の窓から見たということを喋っちゃったんですよ。そして吉信ちゃんは南千住の墓地の下から冷たい骸となって発見されたのである。小原は幼い吉信ちゃんが足手まといになるとして誘拐直後に殺害、埋めたのであった。こういうことをしたいと思ってやる人はいないと思うんですけど、やはりね、こういう事件は絶対にあるべきではないってことをね。犯人小原には昭和46年死刑が執行された。宮子さんの足取りがね、ほら新町の駅まで来てぷつり消えてるからね。そうらしいですね。まあだから待ち合い殺人鬼大久保清事件。昭和46年大久保清は車で若い女性を言葉巧みに誘い出し8人を殺害、山林や畑に埋めたのである。その残忍な手口と猟奇的な性格から犯罪史に類を見ない凶悪性犯罪事件とされた。元担当捜査官が語る大久保清の素顔とは。全てを自分に有利な方向に解釈して物事を計画し、犯罪的に見ますと残忍性が性的に非常に強い異常性格の持ち主だったと思います。
両親から僕ちゃんと呼ばれ溺愛されて育った大久保清は20歳から32歳まで数々の強姦事件を起こし刑務所生活を送っていた。だが46年3月2度目の仮出所をすると両親に金をせびり白塗りのクーペを購入。この車でわずか2ヶ月余りの間に150人の女性に声をかけ30人以上と関係を持ったという。そして大久保は抵抗を見せた女性を次々に容赦なく殺したのであった。ほとんどの場合が着衣を脱がしてですね、で裸にして埋めてあって婦女暴行殺害事件は戦後犯罪史上後を絶つことがなかった。大久保清51年死刑執行。昭和29年4月に起こった京子ちゃん殺人事件は痛ましい事件であった。東京文京区の元町小学校で授業中2年生の細田京子ちゃんが女子便所の中で口に下着を詰め込まれ無残にも絞め殺されたのである。犯人坂巻秀吉は20歳のヒロポン中毒者であった。死刑執行。昭和33年8月東京の小松川署に女子高校生を絞め殺して小松川高校屋上の物置に投げ込んだという若い男の電話があった。早速調べたところ数日前から行方不明になっていた小松川高校生と太田芳恵さん16歳が不乱死体となって発見されたのである。それでね、この事件の犯人李珍雲は同じ年の4月にも自宅近くでマカナイフを乱暴して殺害していた。その凶悪さのために17歳ながら少年法の適用外とされ37年死刑執行。安保騒動の前夜昭和34年には激動の時代を象徴するかのように大きな天災が日本列島を襲った。死者行方不明5098名。明治以後最大の惨状をもたらした伊勢湾台風である。そして翌35年安保騒動の最中悲惨な誘拐殺人事件が起こった。まさきちゃん事件である。東京銀座の天地堂カバン店社長尾関進さんの長男まさきちゃん7歳が登校の途中に誘拐され3日後に路上に乗り捨てられたルノーの中から遺体となって発見されたのである。捜査本部は車の持ち主である歯科医師本山茂久を容疑者と断定全国に指名手配。犯人本山茂久は歯科医開業時の借金と愛人問題で金に困り知人の尾関家の裕福な懐を狙ったのだった。63日間の逃亡の末本山は大阪の町工場に身を隠していたところを通報され逮捕された。誘拐殺人の報いは死刑であった。昭和38年5月には埼玉県狭山市で残忍な女子高校生誘拐殺害事件が起こった。被害者の中田芳恵さんは自転車で下校の途中消息を絶ち4日目自宅付近の麦畑の農道から発見されたのである。彼女は行方不明当時の服装のままとはいえ下半身の下着はなくしかも手足を荒縄で縛られうつ伏せになって埋められていたのである。この事件でも捜査当局のミスが問題となった。刑事40名を動員しながら張り込みに失敗し犯人を取り逃がしたのであった。そして5月23日容疑者として石川和夫を逮捕したのである。だがしかし犠牲となった被害者は二度と再び帰っては来ない。さらにこの後も幼い子供たちを犠牲にした悪質な誘拐殺人事件は続いた。誘拐事件の犯人像について当時の捜査一課長はこう語る。わいせつとか強姦目的の誘拐これも非常に殺す場合が多いしそれから対象がやはり非常に少年少女男の子の場合もあるんですがそしてやはり弱い者をですねそういう強姦目的みたいなことで連れ去ると。この2つはですねいずれも非常に殺す率が多いわけですよ。したがってまあ無事に救出するというようなことは大変難しい。昭和44年9月東京渋谷区で小学校1年生の横溝正俊ちゃんが19歳の少年に誘拐殺害された。
誘拐されたのは登校途中の歩道橋の上であり、都会人の無関心に乗じた犯行であった。犯人は雅俊ちゃんを公衆便所に連れ込み、合い口で刺し殺し、死体はバッグの中に入れ持ち歩くという異常さであった。39年6月、新潟を中心にマグニチュード 7.5 の大地震が発生。死者26名、家屋全壊全焼、2250戸の大きな被害を出した。この年、新幹線が開通。広い地域を股にかけた犯罪が次々と起こった。連続強盗詐欺殺人事件犯人西口明。彼は昭和38年10月、九州福岡で専売公社の集金者を襲い、集金人と運転手を殺害、現金を強奪。全国手配の中を巧みに逃走を続け、舞い戻ってきた九州で77日目に逮捕。詐欺と殺人を重ねた報いは死刑であった。大変凶悪な犯人が付近のビルに立てこもっており。昭和40年7月、少年ライフルマ事件発生。犯人は白昼、神奈川県座間市の団地付近で警官を射殺。大捜査網をくぐり抜けて午後6時ごろ、東京渋谷のロイヤル銃砲火薬店に現れ、店員を人質にして立てこもった。彼は店員に命じてウィンチェスター銃などに弾を詰めさせ、店を包囲した警官隊めがけて約50発乱射。流れ弾などで14人が巻き添えを食った。これに対し警官隊は催涙ガス銃を発射。ガスに耐えきれなくなった犯人が2人の人質の背後から銃を突きつけて出てきたところを隙を見て体当たり、格闘の末逮捕。犯人の少年はライフルでスズメを取ろうとして警官に質問され、頭にきて発砲したと自供した。昭和43年2月、静岡県の静かな温泉郷須磨岳は恐怖におののいた。市内のキャバレーで暴力団員2人を射殺した犯人金喜郎は、ライフル銃に実弾1200発、さらにダイナマイトを武器に富士宮旅館に籠城した。ここにいる人たちは絶対にその危害を加えたり、あるいは乱暴な言葉を使ったりすることは未だかつて一度もありませんし、これからもありえないです。ただ警察の方でね、卑屈な手段を取ってくればね、現在の状況ではそういうことはありえないです。金喜郎は人質に対しては紳士的で、事情に応じて返す人質を見送って玄関を出たところを、記者団に紛れた6人の刑事に飛びつかれ、ついに逮捕されたのである。籠城88時間、新聞は日本を震撼させた4日間と見出しに打った。折しもこの時は明治100年、近代日本の裏に潜む矛盾を垣間見せた事件でもあった。昭和43年の暮れから44年にかけて、ピストル射殺魔の少年が全国を暗躍した。しかし44年4月、犯人永山範夫は5回目の犯罪に失敗、逮捕された。ピストル見えましたか？え、見えました。その時に頬にこう当たったんですが。永山は東京プリンスホテルでガードマンを射殺。京都八坂神社境内で警備員を射殺。函館市内でタクシー運転手を射殺。さらに名古屋市内でもタクシー運転手を射殺。凶器として使用した小型ピストルは、永山が横須賀米軍基地宿舎から奪ったものである。そして昭和47年、日本中を震え上がらせたのは、連合赤軍の一連の事件であった。元気どうしたやつと、今、私には何も言ってやることはできないけど。銃を持って取り囲まれて、どんなに怯えてらっしゃるんじゃないかと思ったら、本当に気の毒で、申し訳ありません。やめて、犯人に告げる。事件発生以来10日目、人質の安否を気遣った警察側はついに強行作戦。消し隊が山荘に突入。しかしこの間、犯人のライフルや猟銃の乱射で殉職者2名、負傷者13名の痛ましい犠牲を出した。警官隊はクレーン車にぶら下げた鉄の玉で山荘を破壊。3階に立てこもった犯人は最後まで激しく抵抗を続けるが、ついに逮捕。5人の中には少年2人が混じっていた。人質の安子さんは218時間ぶりに救出。犯人の一人、坂東邦夫の父親は大津市の実家で首を吊って自殺した。しかし事件はこれにとどまらなかった。麻
間山荘で逮捕された少年の自供からリンチ殺人事件が明るみに出たのである。妙義山や春名山の山中から次々と12体の遺体を発見。処刑の手口は極めて残忍なものであった。全員が処刑人となって目隠しもせず、アイスピックや登山ナイフで心臓を突きえぐるというまさに地獄の惨劇であった。山へ集まり革命戦争に結集せよという指令はまさに死への呼びかけとなったのである。かなり緊迫した状態になってまいりました。今昭和52年10月長崎市でバスジャック事件が起こった。これは机ですか。これは何でしょう。今なんかバスの全部で爆発音がしましたね。窓ガラスを捜査員が割りました。強行突破です。強行突破です。強行突破です。乗客の方が出てまいりました。転げ落ちてきました。やはり銃を持っているようです。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 強行突破です。一斉に飛びかかりました。公共輸送機関の乗っ取り事件としては我が国で初めて強行突破策を決行。銃撃戦の末バスに突入して犯人グループを逮捕。恐怖の一夜を明かした運転手と乗客23名はほぼ無傷で解放された。犯人は赤軍の日航機ハイジャックにヒントを得て身代金として3億7000万円を奪う計画だったが、主犯の川崎久幸はその場で射殺された。我々はいつ犯罪に巻き込まれるかわからない。昭和49年8月、東京丸の内のオフィス街で突然大音響とともに爆発が起こった。これは偶然その現場に居合わせたカメラマンが捉えた貴重な記録である。生々しい惨状を克明に捉えたこのフィルムを今初めてご覧に入れる。爆発が起こったのは三菱重工本社ビル玄関付近。大音響とともに辺り一帯に白い煙が立ち込め、爆風で近くのビルの窓ガラスが軒並み音を立てて飛び散った。道路のあちこちに全身を血に染めた負傷者がうずくまり、駆けつけた警察官や消防署員も手がつけられない有様であった。死者8名、負傷者376名を出したこの事件の後も企業爆破事件は次々と起こったが、翌年5月逮捕されるまで犯人グループは市民社会の中にのうのうと紛れ込んで暮らしていたのである。昭和51年5月、歌手克実茂の殺人事件は芸能界最大のスキャンダルとなった。事件は東京羽田で女性の変死体が発見されたことから発覚した。東京羽田空港の駐車場に停まっていた乗用車のトランクから血が垂れているのを警備員が発見。合鍵で開けたところ血まみれの毛布にくるまれた女性の死体が出てきたのである。愛人の元ホステス山崎真理子さんに妻との離婚を迫られた克実はカムバックの邪魔になると考えて彼女を殺害したのであった。昭和53年1月、東京世田谷のアパートで一人暮らしの女子大生長谷川優子さんが勤務中の制服警官に乱暴された上ストッキングで絞め殺されるという前代未聞の事件が起こった。犯人松山澄弘は部屋から出てくるところを家主に見つかると殺人事件だ110番をと頼み第一発見者になりすましていたが、捜査本部の追及で犯行を自供。市民を守るべき警察官が巡回と称して若い女性の部屋を訪れ乱暴を殺害するという恐るべき計画的犯罪であった。54年8月、東京羽田のアパートでも18歳の女子高校生が惨殺された。被害者柴崎節子さんは近くこのアパートに家族と一緒に入居するため一人で部屋の掃除に来ていたところを襲われたのだった。彼女は全身を57箇所も刺されて血まみれの無残な死体となっていた。今裸の写真だったよ。手にかって分かんない柴崎節子さん、昭和36年7月2日。この事件発生から約半年後犯人は逮捕された。犯人大竹義行はスキー帽をすっぽりかぶって顔を隠し彼女に乱暴しようとしたが抵抗され顔を見られたので殺してしまったと自供した。そして犯罪史上まれに見る凶悪事件とされるのがこの三菱銀行強盗監禁事件である。
54年1月大阪市の三菱銀行北畑支店に猟銃を持った男が押し、5000万円を出せと要求して猟銃を乱射、警官2名と行員2名を殺害。犯人は客や行員など約30名を人質にとって立てこもった。人質のうち女子行員を含む約10名は上半身を裸にされ、警官隊からの狙撃を防ぐ盾にされた。しかし3日後、疲れを見せ始めた犯人梅川昭義に狙撃犯6名が一斉にピストルを発射。犯人は9時間後収容先の大阪警察病院で死亡した。500万円の借金の返済に困っての犯行であった。この銀行の中で繰り広げられた修羅場とはどのようなものだったのか。あの場所におったらもう死しかね、死ぬっていうことしか考えられないっていう状態でした。14の間に5000万出せということでね、次はなんかあの行員さんが殺されて、若い行員さんが、女子行員さんが裸にされて前へ座らされたり、やっぱりなんか耳そがれたり。この事件後も金融機関強盗事件は続発している。55年8月、信じられないような事件が起こった。東京新宿駅停車中のバスに中年の男がガソリンをまいて放火。バスはたちまち猛火に包まれ、乗客のうち6名が傷し、17名が火傷を負った。犯人丸山博文は新宿駅周辺にたむろする不老者の一人である。 なんか向こうが燃えてるんですよね。で近寄ってみたら、バスだったんですけどね。でなんか火傷を負った女の方がそれに座り込んでるし、僕はその時なぜそのバスが燃えてるのかって分かんなかったんですけどね。それで家に帰りましたらね、うちの妹が乗ってたってんでね、やっぱびっくりしましたね。まあ最悪の事態になることはないだろうし、まあ 2,3 年したら元の体に戻るんじゃないかということで、加害者にとっては大変なんですけどね。昭和56年1月、立川の団地で猟奇的な殺人事件が起こった。55歳の独身会社員が下着姿のまま下腹部を鋭い刃物で刺された上、首を電気コードで絞められて殺されたのである。しかも預金通帳と印鑑が盗まれていた。犯人は元トルコ嬢山田紀子33歳。女性が犯したにしてはあまりにも凶悪な事件であった。現代の犯罪は様々な様相を呈している。そして未だに謎に包まれた犯罪も数多い。昭和43年12月、輸送中の現金3億円が強奪された3億円事件。この後モンタージュ写真に隠された意外な事実が明らかになる。昭和35年9月、谷川岳で宙吊りになった遺体は不安な世相を象徴するかのようであった。犯罪も知能犯、愉快犯などこれまでにないタイプの犯罪が続発、人々に様々な謎を投げかけていくのである。昭和36年1月、東京中野刑務所で受刑者2人が看守を殺して逃げるという事件が起こった。2人は看守が便所に入るところをバールで殴りつけ、麻縄で首を絞め殺して逃走したものだった。警視庁では緊急警戒を指令、恐怖に駆られた住民たちは自主的に町内をパトロール。しかし翌日、中学3年生の森島君の機転を引かせた通報で犯人は逮捕。脱獄殺人事件は解決を見た。この年3月、三重県名張市で奇怪な事件が起こった。公民館で生活改善クラブのメンバーがブドウ酒で乾杯したところ、突如5人が死亡、10人が重体に陥ったという事件である。死体解剖の結果、農薬による中毒死と判明。元会長の奥西勝を呼んで事情聴取をしたところ、妻の千恵子が毒物を入れるところを見たと証言。だが実は奥西自身が妻と愛人との三角関係を清算するための犯行だった。他の女性を巻き添えにしたのは犯行動機を隠すためだったのだ。大阪の釜ヶ崎や東京の山谷などで住民が警官隊と衝突、暴動が続発したのもこの頃であった。
8月、鎌ヶ崎では住民たちは交通事故の処置の仕方が悪いと派出所に押し寄せ、投石放火。ガラスを割ったり、パトカーや進行中の車、路面電車に襲いかかり火をつけた。これに対して警官隊は警棒を振るい、催涙ガスと装甲車で制圧。騒ぎは3日間続き、ついに死亡者が出た。偽札史上最高の傑作といわれる地37号が日銀秋田支店で発見されたのは36年も押し詰まった頃だった。これを皮切りに地37号は各地に波及。芸術品とも言うべき精巧な出来栄えで、手を焼いた警察では情報提供者に賞金を出すと発表した。しかしついに犯人は捕まらず、聖徳太子を伊藤博文に切り替えて新千円札の登場となった。この頃痛ましい大惨事が相次いだ。昭和37年5月3日ゴールデンウィークの最中、常磐線三河島駅構内で脱線した貨物列車に国電上下線が激突。三河島事故である。おもちゃのようにひしゃげた車体の下には血だらけの死体。現場は目を覆う惨状を呈していた。付近の寺には一体また一体と新しい遺体が運び込まれる。死者160名、重軽傷者359名を数える凄惨な事故となった。翌38年11月9日は魔の土曜日と呼ばれた。日本の西と東で同時に大惨事が発生したのである。九州大牟田の三池炭鉱では炭人が大爆発。死者458名、重傷者は675名に上り、戦後最大の炭鉱事故となった。救出作業は困難を極め、救出されても一酸化炭素中毒の後遺症で苦しむ者が多かった。同じ日、横浜の鶴見では横須賀線が二重衝突。ここでも死者163名、重軽傷者120名に上る大惨事となり、1年前の三河島事故の教訓は生かされなかった。この頃、草加次郎と名乗る爆弾狂が暗躍。デパートや地下鉄など爆発事件が頻発したこともあって、人々は不安でおちおち電車にも乗れないというありさまである。そんな世相の中で翌39年10月には東海道新幹線がスタート。お父さん聞こえないの？お父さん聞こえないの？この年奇妙な事件が起こった。静岡県三島市の社会保険三島病院や千葉大附属病院で患者や職員の間にシフス患者が続出し、一人が死亡したのである。容疑をかけられた鈴木医局員の部屋からシフス菌の入った試験管が発見された。果たしてそれらを用いて人体実験をしていたのであろうか。42年8月大都市の周辺に団地が続々と建ち始めていたこの頃、名古屋市の鳴子団地に押し入った強盗は赤ちゃんに包丁を突きつけて若い母親に5000万円を要求した。警察はやむを得ずピストルで撃って逮捕。この時警官の一人が飛びかかったところを同僚のピストルに撃たれて殉職するという不幸な事故があった。犯人は20歳の精神障害者であった。この頃学生運動は再び盛り上がりを見せていた。昭和43年1月アメリカの原子力空母エンタープライズ寄港反対を叫ぶ反代々木系全学連のデモ隊と警官隊が佐世保で衝突。アメリカ海軍基地入り口の平瀬橋や佐世保橋はさながら市街戦の様相を呈した。学生たちはヘルメット姿で核材投石を武器に突入を図るが、武装した警官隊は催涙液を混ぜた水を放水。警棒を振りかざして学生を乱打。そんな中でもアメリカはますますベトナム戦争の泥沼にはまり込んでいき、日本政府はそれに加担していった。国際反戦デーの10月21日、反代々木系全学連閣下は都内各所でデモ。
新宿駅では6時間にわたって構内を占拠、ついに建物にも放火。午前0時15分、警視庁は騒乱罪を適用、全員逮捕に乗り出した。この日逮捕されたのは769名。一日の学生デモとしては戦後最大となる。43年から44年にかけては全国的に大学改革をめぐって学生運動が激発した。そしてやがて東大安田砦の攻防となるのである。昭和43年12月10日に発生いたしました現金輸送車強奪事件はただいま時効となりました。昭和43年12月東京府中で発生した3億円事件は未解決のまま時効が成立した。だが捜査に使用されたモンタージュ写真は実は事件発生1年半前に死んでいた男の写真だったことを作家小林久三氏は最近明らかにした。小林氏はさらに犯人像と3億円の行方について確信に迫る事実と推理を語る。基本的にモンタージュ写真が、まあ、あれは違ったモンタージュじゃなかったという、それは大した問題じゃないと思うんですよね。基本は未解決に終わっちゃったというところにあるんですね。なぜ未解決に終わったのかという、こういうことを調べていくとですね、いろいろ面白いことが分かってくるんですよね。僕自身の考え方ですよ。これは実行行為は単独犯だと、どう分析しても実行行為はですね、単独犯だと。それでもう一つはやはりこのそのお金をですね、その実行行為者にと一緒に計画を立ててですね、手にしちゃった人物がいると、こういうふうに考えますね。で実行行為者はですね、おそらくもはや、事件直後からですねこの世にはいなくなってんじゃないかと。これはあくまで推理ですけどもね。奪ったお金をですね非常に小出しに使ってですね、いたんじゃないかと。なおかつこれはうかつなことは言えませんけどね、当時三多摩地区にですね、まあ、あのオートバイをですね、非常に腕のいいですね、当時の暴走族の憧れの的であった人が例えばいたとしますね。でその人が、これは一つの情報としてですよ。そうするとこれは危ねえな。小林氏の推理と符合するかのように、事件の5日後、自殺と断定されて死亡した暴走族の少年が三多摩地区にいた。44年1月、反代々木系学生の選挙が続く東京大学本部構内についに機動隊が導入された。大学側の出動要請を受けた警視庁は約8500名の警官隊を学内に入れ、安田講堂などに立てこもる学生たちを実力排除にかかった。しかし学生たちは投石、火炎瓶などで激しく抵抗、警官の立ち入りを妨害しようとした。警視庁はヘリコプターの応援を得て催涙ガス弾、催涙液の放出を続け、長期戦覚悟の実力行使に出た。翌日午後、頭上から降る石と火炎瓶を避けながら機動隊員が講堂内に突入。女子学生を含む300名近くの学生が逮捕され、35時間に及ぶ攻防戦は幕を閉じた。契約の裏を書く巧妙な犯罪も出てきた。保険金連続殺人事件である。受取人を自分の名義にした保険をかけさせ、その相手を専門の殺し屋に殺害させるという恐るべき犯罪であった。主犯の長崎は国際手配の網をくぐってブラジルに飛んだが、潜伏先をブラジル警察に襲撃されてあえなく死亡。これによく似た事件が今年も起こった。北九州の替え玉殺人事件である。犯人酒井隆は2億円を超える生命保険に加入。被害者森下さんを自分の替え玉として交通事故に偽装して殺害したもの。しかし妻や愛人の名演技に捜査本部は振り回された。その一方で誘拐された息子を30数年間探し続ける母親の悲痛な訴えもある。しばらくですどうも。あの節はいろいろとお世話になりました。あれからもう33年だったですね、はい、人の弱みにつけ込んでああいうことをやるっていうのはもう最もいかないんじゃないかと思いますね。まあ今後もああいうことないように一つ、まあ、ですからね、いろいろほかないですね。こういうこと
ことは二度とやらないでほしいと思いますね、うん、私みたいに執念だって言われますけどね、うん、33年満ち。